私言うてまだ化粧落としてないから顔出せるわ。無意識にさあれしてた。えい、無意識にあれしてた、ラジオ配信してた。でも髪の毛がボッサボサなんですよ。抗っていたいよ曖昧な解決を書いても単純問題書いてならば表裏使い切ってあー鼻詰まってる。やからないでもう助けてよまたスパイラルに。人格のだんだん無理しないで簡単に世界ばらまかないでいてねチッ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 。なんかもうダメだ、なんか頭の中が音楽や今。くしゃみしたらなんかすごい。もう君の頃じゃないよ。簡単痛い。いつもこんな感じですよ。そしてここが赤くなるっていうね。見て、ここに1、2、3、これが。やがないでもう助けてよまたスパイラルに絡まる。ねえ、握手会がね延期になっちゃったからどうなるかまだ分からないところなんですけど、ノディスティンにふさわしくない、そんなんじゃきっと物足りないくらい語っとけばうまくいく。パー前髪切りすぎたんですよ。
業延期ってなんか分からないです、まだ何もかも。なんかまだ大人と話してないので、果たして延期にできるものなのかも分かりませんしね、私には。最近何して過ごしてますかっていうと、特に何もしてないですね。泳ぐ必要傷もないのなぜか。あまりちゃん顔赤いけど酔ってる、酔ってません。あの暖房つけて赤くなりました。ちょ、髪の毛切りたいんですよね、こんぐらいまで。このお洋服は GU です。先に溺れよ指に不思議な。そういう時は歌いましょう。デレレデレレデレレって夜に浮かんでいた。クラゲのような月が馳せたバス停、汗を覗けばなぜ耳が頭にいる。てってでっちゃっちゃっちゃだけてってってで鳥居乾いた雲。うふふふふふふ。時期に夏が暮れてもきっときっと覚えてるから、はい、追いつけないまま大人になって。これはマンゴー、マンゴースムージーで、こっちがコーラ。テンション高い。あ、いつもこんな感じです、私は。なんかあまねちゃんって意外とテンション高いよねとか、あまねちゃんってなんか気強そうだねみたいな言われるけど、なんかこんな感じですよ。いい。鳥が湧いた雲。そうで、急に無になるんですね、私は。今日はあゆみちゃんと遊んできました。一応あゆみちゃんと。焼かないでもう助けてよ、またスパイラルに絡まる、もう君どころじゃないよ、春の消毒もうじゃないか。人工知能使って引き止めたりしないで、簡単に世界ばらまかないでいてね。泳ぐ必要も傷もないの、なぜか覚えた傷にもしてない。じゃーん、プリクラを撮ったんです。なーにがあれ買うの、だったらだったらった。なーにを憎めるの、預けないでいてね。チェッチェッチェン、泳ぐ必要も。曖昧な会計友がいても大丈夫、問題書いたならば思って裏使い切って、遠ざかる練習繰り返すの。パンパカパンパカパーン。そう、眠れないんです。最近はなんかもうこんな感じでカラオケにバンバン、あ、そうですね、結構何してんのって言われたら、カラオケ
になんか住んでますね。なんかもう皆さんずっと前の子で犬にさんを聞いてほしい。なんかもう耳が幸せになります。なんか耳がなんかうわーってなります。もう耳がってなりますね。あら、私の iPad どこに行った？あった。ビビちゃんはなんか今日私のこと心配して電話かけてくれました。電話かけてきてくれました。ずっと前の子でいいのにさんの YouTube 見てください。みんなみがーってなる。なんか太った。でも痩せたんですけど、うち成人式の頃から、成人式の時から 4キロぐらい痩せました。太ってたんですよね。だからずっと前の中でいないじゃん。なんかピアノの音が気持ちよくて、なんかゲスの極み乙女さん好きな人は絶対に好きだと思いますね。なんかおしゃれ、トワイズさん好きですよ。マジで焦っちゃって、あれだって、何時期だいベイ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 。顔でしょ。私ねこの服を着たらね顔がねなんか丸く見える。飲んでません。シラフです。シラフでこのテンションです。私歌詞をね覚えられないっていう、なんかバカみたいな。ウッディ、マジで黒目ちっちゃいね、やばすぎ。最近目の調子悪いなと思って昨日眼科に行ったんですよ。したらなんかここになんかすごいなんか下まぶたに、全然見えるの分かんないんですけど、なんか下まぶたが炎症来ちゃってるらしくて、なんか、インスタライブでおとなしい時はないので、私がインスタライブしてる時に酔ってるってコメントはちょっとよくわからないですね。酔っ払ってインスタライブするわけないし。そう、握手会ないので、私はなんか正直、なんかイベントとかマジでわからんし、なんか、わからないことにあんまり手を出したくないし、うまくいく自信がないかったので、イベントとかマジでする気なかったんですけど、さすがにこの握手会がなすぎて、このままで終わるのはよろしくないと思って、本当にこのまま何もなかったらイベントしようかな、みたいな感じですね。
夜はテンション高いっていうか、いつもテンション高いんですけどね。そう、このまま何もなかったらイベントになると思います。卒業延長したいみたいに言われるけど、卒業延長っていう術があるのかも私には分かんないので、これから大人と話してから決まっていくことなので、延長って私が決めれるものなのかなっていう、もう感じですね今のところ。ST の子が延長した、そうなんだ。分からないだ、会社も多分違うと思うから、それぞれのここのやり方もあると思うし、もちろんね、延長するとなってもいつまでこのコロナの影響があるのかもまだ予測不可能なので、まあ慎重に判断できたらねいいと思いますけど、私はまだ分かりません。今のところ延長とかその公演がどうなるのとかも、そのね、あれもあると思うし、皆さん気をつけてくださいね、コロナには。公演、卒業公演日が最終活動日とすればいいような気がします。それはもちろん今の時点でもそうなんですけど、その公演自体いつやれるのかとかもあると思うので、何歳ですか？二十歳ですね。皆さん、とりあえずコロナには気をつけてくださいね。心配してます、私も。でも、どうなんですかね、なんか、よくわからん、僕はわからないです。誰も憎めないし誰にも文句を言えないので、もちろん大人、その HKT48 の上の方も誰も一切悪くないし、これが妥当な判断だと思うので、そうですね、なんかやりどころのない感じねえ。もう病気はダメですよ。私はどうなってもね、結局そういう運命だったとは思うので、無理に公演はしようとも思わないし、もちろん皆さんの安全が大事だし、私たちの安全も大事だしね、なんか無理する必要もないと思うし、ただ無観客ってのもちょっと複雑ですね。まあ、これでもし卒業公演ができなかったとしたら、
まあ、それなりに私も頑張ってなんかできるようにしたいし、辞めた後にね。ただもう今の感じじゃ握手会はもうないのかな、わからない。これもまだ大人と喋っていろいろね決めていく感じですね。今んとこまだ何も決まってないので、最善は尽くせるように多分ね、 HKT の大人の方も最善を尽くせるように多分考えてくださってると思うし、私もそうしなるように頑張りたいと思うので、皆さんそんなに落ち込まないでくださいね。まあなんかせめて憎むのであればコロナウイルスを、やっぱりねバンバン感染された方とかも出てきましたし、増えてる感じなのかな、よくわかりませんけども、あの人ごとじゃないので皆さんも気をつけてください。ねえ本当に人ごとじゃないと思うんだ、コロナとかも誰がそうなのかとかも目に見えてわかるわけじゃないから。あまりちゃんのメンタルは大丈夫ですね。私結構なんか本当にここ1年間ぐらいでめちゃくちゃプラス思考になったので、なんかもうそう落ち込んで泣くとかは全然ないですね今。だからすごいメンタル弱い人みたいな思われがちなんですけど、全然そんなことないですね、結構強め今メンタル全然最近弱ることとかもないし、なんかピエンだなーぐらいピエンだなーぐらい、なんか急になった。なんか前はちょっとなんかあれだけでなんかみたいな感じだったんですけど、ここなんかここ1年ぐらいでなんかもうなんかあったら打たれづらくなったんですかね、なんかあったらあピエンとりあえずピエンって感じですね。なんか雰囲気変わったな、なんかした、前髪が短いっす、あと痩せたくらい、あとメイク変わった、あとまつげが、まつげ美容器毎日塗って寝たらまつげが伸びたんす。お腹すいた、お腹すいた、あ急にお腹すいた、急にお腹すいた、てか私なんか何かあったら寝たら忘れるタイプやから、結構便利な脳みそしてますよ。でもなんか最近分かったことが、私酔っ払ってたらなんか結構怒っちゃうらしいです。なんかでもなんかそういうめちゃくちゃ激怒、本気で激怒みたいな感じじゃないけど、なんかなんでそんなことすんのってずっと言ってるらしいけど、全然私怒った覚えないんですけどね。説教はしないですね。口
口はもともとからそんなにいい感じじゃないので、口悪い、もともと口悪い、酔っ払ってる時の記憶はしっかり全部ありますね。でも HKT の先輩の方が全然やばいですね、キャラ、酔っ払った時の。なんか未成年の時に先輩たちが打ち上げとかで飲んでるの見て、すごいお酒ってすごいなって思いました。好きなお酒はてか、あんまりお酒好きじゃないっていうか得意じゃないので、何が一番飲みやすいかって言ったらファジーネーブルが一番飲みやすい。いや全然飲まないですね、結構ファジーネーブル 2,3 杯ぐらいで普通になんかもうヘラヘラするしちゃうから、もう全然お酒をいっぱい飲む必要もなくて安上がりですね自分は。顔赤くなりますね結構。ファジーネーブルはオレンジとピーチ混ぜる感じ。私梅酒飲んだら死ぬんですよ。梅酒を飲むとなんかもうダメ、なんか梅酒一杯ぐらいでも結構もうガーンって酔っ払うんで、梅酒すぐ酔っ払っちゃう。なんでなんだろうあれ。梅酒のロックを初めて飲んだ日はもう一杯だけでもう顔全部ぐわー赤くなって、梅酒あかんです私。梅酒水割りでも結構梅酒はきますね。いやもう梅酒は本当にロック、梅酒ロック初めて飲んだ時こんぐらいだったんですけど、器がね、なんかもうこんぐらい入ってたとして、ここの第二関節に入って、第一忘れたけど関節に入ってたとして、まあ、ここぐらいまで飲んだんですよ。下も結構ベロンベロンで酔っ払いました。でも梅酒は美味しいんですよ、味が好きなんだし飲みやすいけど、なんか酔っ払いやすくない。一時期なんかお酒強くなろうキャンペーンをしてて、自分でなんか強くなるためになんかちょっと毎日飲んでたんですけど、もう今全然やめてて、飲んでた時はなんか割となんか意外とまあね弱い方なんですけど飲めたんですけども、今全然ファジーネーブルが一番おいしい。いやコーラが一番おいしい、コーラとリアルコルトが一番おいしい。いや自分やっぱ飲めた方がいいかなみたいな、やめた方がいいかなみたいな、飲めた方がいいかなみたいな、やっぱ飲めた方がいいやん、なんかその付き合いとかその将来ね、将来そのなんか会社の人ととか飲みに行った時になんか潰れちゃあかんやろって思うから、強くなろうって思ったけどね、コーラとリアルゴールドが一番美味しい。なんか楽しくなってだけやったらいいけど、なんか結構私結構なんか気持ち悪くなるタイプで、気持ち悪くなるんですよねすぐ。寝る？眠くなんないんですよ。具合悪くなっちゃう私。
ると気持ち悪くなると辛いんですよね。その気持ち悪い超えたらちょっともう具合悪くなって頭痛しちゃうタイプなんで、でも二日酔いとかはしないタイプなので、なんか仕事の前日に飲まない方がいいよみたいな、二日酔いしちゃうよみたいな話の人に言われても、いや全然二日酔いはしたことないから大丈夫です。でもなんか最なんかお酒を飲みに行くこともあんまりないし、割とお友達も飲まない子が多いので、そうね、あんまりお酒は飲まないですね今。二十歳になった時はなんかもう二十歳になったから飲みに行きたいみたいな感じだったけど、全然それも3回ぐらいで終わり、全然飲みに行ったりとかもないですね。やっぱお家でお母さんの入れる緑茶が一番美味しい。ビビちゃんと飲みに行ったことはない、あれあるんかな、なんかご飯屋さんでちょこっととかならあるけど、ビビちゃんも弱いですね。私より弱いかな。私自分のこと結構弱いと思ってて、もう私弱いや最悪やお酒飲めんわみたいな感じやったけど、ビビちゃん見るとあれみたいな、私より良い人おるでみたいな。ビビちゃんは多分私結構弱い。自分で言うのもなんか嫌なんですけど、私結構弱いタイプなんですけど、ビビちゃん私より弱いかな。ビビちゃんは泣いてはないと思う。どうなるんだっけ、なんか結構ヘラヘラしてて、あ、飲んだことあるわ一緒に、なんかヘラヘラしてて、なんかここぐらいまで顔を近づけてきて、どうしたの天音ちゃん大丈夫ってめっちゃ言われた。違うの、大丈夫だけだったらいいんですけど、顔ここぐらいのめっちゃ近いの、もう大丈夫みたいな、なんかビビちゃんは、なんかお水渡してこれお酒だよって言ったら酔っ払いそう、かわいい。かわいい。ビビちゃん酔っ払ったらかわいいですよ、酔っ払ったら。みんなちょっといいこと教えたけど、ビビちゃん酔っ払ったら可愛いです。いや、酔っ払う前も可愛いんですけどね、もちろん。酔っ払ったら、なんか、今に拍車がかかって、もっと可愛いかな。ちょっとなんかドッキリしたいですね、ビビちゃんに。動画ないね、撮ってない。ビビちゃんとは結構仲良しですね。一番仲いいかもしれない。なんか先輩なんですけど、何でも喋れるし、何でも喋ってくれるし、
なんかこうすればいいんじゃんみたいなのも言ってくれるし、なんかいい先輩ですね。連絡もしてくれる、なんかそのなんか私がなんかちょっとこの間なんか音信不通で寝てたんですけどね、したらすごい心配してくれて、いい先輩ですよ。明日にはもう忘れてしまうのに、当てはまってても抗っていたいよ。今宵も見ずに溶けておやすみと。年は同い年ですよ、ベビちゃんと。トゥ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 。あ、私豆じゃないんですよ。違う、自分豆になりたい。本当になんかメール、そうメール送りたいんですけど、何て送ったらいいか分かんない。じゃあなんか結構なんか LINE とかもなんですけど、その何て返そうかすごい悩んで放置っていうことがよくあるんですけど、なんか豆になりたいですね。もかちゃんの主役の舞台めっちゃ楽しみ。私見に行く、絶対。酔っ払ってないですよ、本当に飲んでないんで。結構長めにやってるんで、インスタライブ。酔っ払ってたらもう冷めてますよ、酔い。 LINE 溜めちゃう。結構今は何件溜まってるんですかね。今は25件、や結構頑張って既読にして25件ですね。なんて返そっかな、なんて返そっかな、なんて返そっかなって考えて貯めてるから。この間までは100ぐらい溜まってたんですけど、メールは4000件超えた。私ね、メールね、 G メールの方にメンバーのメールとか取ってるんですけど、3万件超えたんですよね。なのでもう通知パッチみたいな、通知パッチみたいな、赤く何件みたいなんでやつを消しました。なんなら好きな男性ができたら変わるのかな。多分変わらないと思いますよ。なんか、自信ないしね。豆になれる。泳ぐ必要も。一括消去もできないぐらい溜まってるんですよ。一括で既読しようと思ったらならないくらい、もう何万件も溜まってたらならないらしいですね。割れる。通話の方が得意ですね。もうなんかあったら電話かけてくれって感じです。
リップス更新したい。あの今ねこれのしたい、これこれと合う、これ今使ってる化粧水とウェルキです。これとこれ塗したいんですよ。今毎日一生懸命塗りたくってるやつですね。美白になりたくて。好きな人ができたら知らない自分が出てくるよ。うわ嫌だな。リップスは続けます。一応ねアカウントも開設させていただいてるんで、これも最近買って今お試しで使ってます。美容系の YouTube やってみたいですね。確かに美容系の YouTube いいかもしれない。私結構でもなんか結構収集癖なとこがあって、本当に収集癖でもうメイクボックスをこっちゃこちゃやで。こちら私の一押しの飴となっております。粉雪のど飴、これマジで美味しい。ほんまにうまい。これやばい。これマジで美味しい。なんかひんやりしてるんですけど、ほんまに美味しいですね。粉雪のど飴、のど飴とかあんまり得意、スースーする感じのもの得意じゃないんですけど、マジでうまいっす。本当に美味しい粉雪のど飴。マジ美味しい、本当に美味しいんですよ。なんかひんやり、この粉がひんやりしてて目がかゆい。なんか中身はなんかこんな感じになってるんですけど、この周りに白い粉がついてて、で飴があって、でまた中になんかひんやりとした粉が入ってるんですけど、マジうまい。あ、ビビちゃん来た。噂をすればビビちゃん来た。美味しいこれ本当に。酔っ払ったら可愛いビビちゃんが来ました。まだ起きてるんですか。目がかゆい。皆さん、飴はすぐ噛むタイプですか。なんかもう最後まで口の中に持っとくタイプですか。雨は噛むものじゃありません。そんなの誰が決めたんですか。私は噛むものだと思ってました。なんかストレスとか溜まったら結構噛むお菓子を食べちゃうんですけど、なんか例えばチューイングキャンディーとかで、なんか一時期なんか塾に通ってて、多分塾で相当なんかきつかったんですよね。ミルキー持ってて、塾の一コマが1時間なんですけど、その一授業でミルキー一袋全部食べ終わったんですよ。
なんか嫌なこととかあったら結構噛んじゃう。だからグミとかが結構お菓子食べるんですよ。でグミとチューイングキャンディーですね、食べるのは。グミとチューイングキャンディー、氷はなんか良くないって聞いたので氷は噛まない。ミルキーとチューイングキャンディー、何を食べるかな。トーマスのやつ、トーマスのチューイングキャンディーと、あとプッチョとメントス、メントス大好きです。なんかそれ系のチューイングキャンディーを結構噛んじゃって食べるタイプの人ですね。駄菓子大好き。粉飴は噛んだらなんか中から粉出てきて特に美味しいんですよ。でこれは噛んじゃう。最近は飴噛まなかったんですけど、この飴だけは噛んじゃう。コメント止まった？コメント止まった？コメント止まってね。なんで？コメント止まったやん。なんで？コメントが表示されないですね。なんで？なんで？コメントが表示されなくなりました。なんで？なんで？コメント見れません。なんでですか？え、みんなには見れてますか？みんなにはコメント見えてるんですか？質問ください。みんなも見れてないの？もうこれはインスタのバグですね。預けないでいてよ、ちゃっちゃっちゃん、追いかけ必要、気づかないのなぜか覚えたい、次どうして。くそ、なんでやねん、なんでやねん、ブチ切れ。
かりんさんのとこもダメ？じゃあもうこれは多分インスタグラムがさんが壊れたのかしら。質問を見れる、質問を見れる。すごいですね、対応力がインスタさんの。いや、みんなコメントできなかったらしいよ。これはヨルシカさんですね。クロミ、クロミちゃん、クロミちゃん。小さな穴が開いた。この胸の内に行く。忘れたいのだ、忘れたいのだ、忘れたいのリブのヒットでもさらに君を描き出すだけ。
だから心に描いた夢ように言葉が鳴った見たいだけだっただから心に描いたやっぱこれが定番だと思いますよ。一十百千万十万百万千万一十百千万十万百万六千七百万回再生。頭にいる。だけ。鳥居乾いた雲。なすてんじゅうあいがほうなでるになるまでほら背伸びしたままで遊び疲れたらあさてあられそうあれも見よう時期に夏が来るってもきっときっと覚えてるからはい追いつけないまま大人になって君のポケットに入れる口に出せないあなたの一人で だけ みんな眠くないん？ラーメン二口食べて伸びました乾いた雲ゆすら埋め錆びた標識記憶の中はいつも夏の匂いがする写真なんて紙切れだ思い出なんてただのゴミだ口をつぐんだまま君の意向記憶に夏のの石一つうつむいたまま大人になって君に春うつむいたまま大人になって君が思うまま手を叩く日の落ちる坂道を登って僕らの影はああ追いつけないまま大人になって君君の思い出を消えてるマジで歌詞わからんくなるのやめたいちょちょちょだけマジ私多分もうネガオタクなんですよネガオタクなんですよネガオタクなんですよいつもねカラオケだとねもうこれの500倍ぐらいのテンションですね。いつも家でこんなんやってませんからね。この間ペンライト持ってカラオケ行きました。友達と。生活の偽装。いつも通り過ぎて一回行ったわかった戻らない。タクシー班でしょ夕食中に泣いた後君は笑ってた
私もそうだよって偽りの気持ち加算して、はい黙ってずっと黙って、何が何でも面と向かってさよならする資格はない。みんなこれをさ明日動画とかにしないでね、マジで恥ずかしいから。自分でなんか何やってんだろうって思うもんね。なんかこのまま奪って隠して忘れたい。これはカラオケじゃないと歌えませんね。私はこの曲が一番好きです。包帯みたいにくるくる巻かれて、脊髄反射で君に触れたってもう終わりが見えてしまうから、何も解けなかった、どうにも答えられなかった、接点ばかり探してた。新しい通知だけさばいて、優先順位がかっこいいしばっかで、きっと君を見捨てられないから。情けないほどの雨降らしながら帰りをじゃねてれれててん。もう疲れた、寝よう。おやすみみんな、明日も頑張ってね。こんなふざけたね、インスタライブにつけてくれてありがとうございます。私はこんな感じです。私はね本当に夜行性なんですかね、なんか夜になんかこんな感じで楽しく一人で楽しく一人ではちょっとまずいな、楽しく一人でなんか音楽でも聴いてね、いつも夜更かししてますけども、しっかり皆さんは寝てくださいね。バイバイ。みんな頑張って。夜勤頑張ってね。なんか私、イベントをするってなったら、もう永遠にカラオケでいいと思うわ。ファンの人に歌ってもらおう、そして。スター、カラオケ得意じゃない人が来なくなっちゃうね。あかんだろ、それは。バイバイ、またね。ね、今カラオケ行けないからカラオケ配信もできないしね。バイバイ、気をつけてね、みんな。みんなコロナ気をつけて、私も気をつけるよ。バイバイ、おやすみ。バイバイ。